今日は2023年の3月1日です。早速3月1日時点のポートフォリオの状況とその金額の推移について公開します。ポートフォリオの時価評価額は6億5376万3346円でした。前月比プラス1134万2701円となりました。プラス1.77%ですね。次に内訳を見ていきます。 VT が約51.0%で最も多く次に KXI が約 12.0%999 が11.7%と続きます2月に購入した株式はありませんそして2月は配当金分配金の受け取りもありませんでしたなので2月はほとんど証券口座にログインしないで株価も見ずに 過ごしましまた今回びっくりしたのは2019年に新砂枠で購入したアマゾン株がドル建てだとマイナスに突入したことです当時は成長株のアマゾンを新砂枠で買えば利益にかかる税金もゼロなので、まあ、我ながらいい選択をしたと取らぬ狸の川残業をしていたんですけれどもねはいやっぱり個別銘柄への投資って難しいですね今回はこんなところです 春めいてきていい季節ですけれども、花粉や寒暖差ありますので気をつけてお過ごしください。では最後までご覧いただきましてありがとうございました。